討論の申し出がありますので、これを許します。田野さん、はい、畑野君恵さん、はい。私は日本共産党を代表して、科学技術基本法等の一部改正案に反対の討論を行います。本法案は現行法の科学技術の振興と並べて、イノベーション創出の振興を目的に書き込み、科学技術政策の柱に据えています。これは基本法の性格をより産業に直結した成果を追求するものに根本的に変えようというものです。現行基本法は第10条で、多様な研究開発の均衡の取れた推進に必要な施策を講ずるとしています。ところが政府はこの25年間、目先の経済的利益につながる研究に集中投資するための選択と集中政策で、競争的資金の割合を増やす一方、公的研究機関の研究開発費用を減らしてきました。その結果、研究力の低下といわれる深刻な事態を招いているのです。2001年に科学技術政策を内閣府が所管するようになり、第4期科学技術基本計画で、科学技術とイノベーション政策の一体的展開が打ち出されてきました。今回の改正によって、科学技術を政府の経済政策の道具として活用という、しようという傾向は、ますます強まっていくことは明らかです。法案が大学等に振興方針に沿って活動する責務を課すことも問題です。安倍政権は大学などに企業からの投資を2025年までに3倍増にする目標を押し付けています。こうした目標の達成が責務とされれば、大学は企業からの投資を増やすため、企業は望む研究課題を優先せざるを得ず、すぐに成果の出ない基礎研究は後継に押しやられかねません。ましてや軍事研究への動員などあってはなりません。法案は振興の対象に人文社会科学を加えますが、イノベーション創出の振興が重視されるもとでは、現在の人間と社会の在り方を相対化し、批判的に照射するという人文社会科学の独自の役割が軽視されかねません。内閣府に設置される科学技術イノベーション推進事務局は、システィと統合イノベーション戦略推進会議の事務局を兼ねることになります。事務局を一体化することで、これまで以上に安倍政権の成長戦略、イノベーション政策に合わせ、トップダウンで科学技術政策を進めようとするものにほかなりません。研究力の低下が叫ばれる今、必要なことは、大学や公的研究機関の基盤的経費を抜本的に増額し、学術全体への振興を強めることです。それなしには、新たな知識を生かした文化的、経済的、社会的、公共的な価値の創出を望むことはできないということを強調し、討論を終わります。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出、科学技術基本法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の皆さんの起立を求めます。起立多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました本案に対し、関義弘さんほか3名から、自由民主党無所属の会、立憲民主、国民、社保、無所属フォーラム、公明党、日本維新の会、無所属の会の共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から